2016年、ホワイトハウスにて歌唱。左から、リンマニュエル・ミランダ、フィリッパ・スー、レスリー・オドム・ジュニア、クリストファー・ジャクソン、ハミルトンは、ロン・チャーナウによる2004年の伝記、アレクサンドル・ハミルトンをもとに、アメリカ合衆国建国の父の一人、アレクサンダー・ハミルトンの生涯を、ヒップホップ音楽で綴ったミュージカル作品。脚本、作曲、作詞、主演を、 リンマニュエル・ミランダが務めている。ヒップホップミュージック、コンテンポラリー、R ・ R&B、ポップミュージック、ソウルミュージック、ショー・チューンを融合し、建国の父を含む歴史上実在の人物でさえも白人ではなく有色人種が配役されている。批評的にも工業収入的にも成功している。2015年2月、オフブロードウェイにあるパブリックシアターで開幕し、 全公演完売となった。2015年8月、ブロードウェイにあるリチャード・ロジャース劇場に移行し、批評的に多大な評判を受け、かつてない興業成績となった。2016年には、第70回、トニー賞13部門16ノミネートを獲得し、全部門及び、トニー賞史上最多ノミネート記録となったほか、楽曲賞を含む11部門受賞に輝いた。さらに、グラミー賞、 ミュージカルシアターアルバム賞、ピューリッツァ賞技曲部門を受賞した。2015年、オフブロードウェイ公演は、ドラマデスクアワードにおいて14部門でノミネートされ、ミュージカル作品賞を含む8部門で受賞した。2016年9月、CBC シアターでシカゴ公演のプレビュー公演が開幕し、翌10月、正式に開幕した。二千十七年十二月、ロンドンにある、 ビクトリア・パレス・シアターでウエスト・エンド公演が開幕し、ローレンス・ソー・リビエ賞において、新作ミュージカル作品賞を含む7部門で受賞した。2017年3月、第1回全米ツアー公演が開幕した。2018年2月、第2回全米ツアー公演が開幕した。ブロードウェイミュージカル、イン・ザ・ハイツ休演中、ミランダは、 ロンチャーナウチョのアレキサンダー・ハミルトンの伝記を読んだ。最初の数章を読んだだけで、ミランダは、ハミルトンの人生を元にしたミュージカルの構想を練り始め、過去に、ハミルトンを題材にした作品の調査を始めたが、1917年、ジョージ・アーリス主演によるブロードウェイの儀曲、ハミルトンのみであることが判明した。その後、ミランダは、ハミルトンミックステープの制作を開始した。 2009年5月12日、ミランダはホワイトハウスで開催されたイブニング・オブ・ポエトリーミュージック・アンド・ザ・スポークン・ワードにおいてイン・ザ・ハイツの曲の演奏に招聘された。しかし、ハミルトン・ミックステープから、後にハミルトンオープニング曲アレクサンドル・ハミルトンとなる試作曲を演奏した。マイショットに1年を費やし、他の初期の曲の作曲を行った。 2013年7月27日、ミランダはバッサー大学で行われたリーディングフェスティバルにてハミルトンミックステープとしてワークショッププロダクション公演を上演した。トーマス・カイルが演出、アレックス・ラカモアが音楽監督を務めた。このワークショップは第1幕全シーンと第2幕からの3曲で構成されていた。 ナオコの公演においてラカモアはピアノ演奏でも参加した。オリジナルワークショップ主要キャストのうち、ミランダ、デイビード・ディグス、クリストファー・ジャクソンの3名のみがオフ・ブロードウェイ公演に出演した。オフ・ブロードウェイ公演出演者のうち、ジョージオー3世役がブライアンダー・シー・ジェイムズからジョナ・サングロフに交代した以外は、ほとんどがブロードウェイ公演にも出演した。二幕を通し、 アレクサンダー・ハミルトンの物語を描くカリブ海地域で生まれた頃からのアレクサンダー・ハミルトンの生い立ちが紹介される。1776年ニューヨークに移住し、ハミルトンはアーロン・バー、ジョン・ローレンス、ラファイエット、ハーキュリーズ・マリガンと出会い、修辞技法の技術の高さで驚かせる。彼らは革命の目的を口々に語る。アンジェリカ、イライザ、 ペギーのスカイラー姉妹が登場する。ジョージ3世が権力を固辞する。ニューヨーク・ニュージャージ方面作戦の間、ハミルトンは野戦指揮官からジョージ・ワシントンの副官に昇進する。ハミルトンはイライザ・スカイラーと結婚する。イライザの姉アンジェリカは二人の幸せのために自分の気持ちを封印する。バーは自身のキャリアや控えめなスタイルと比較しつつ、 ハミルトンの早い出世を評価する。ハミルトンの友人であるローレンスがハミルトンとバーの支援を受けチャールズリーと決闘する。リーは負傷し降伏する。ハミルトンはこの決闘によりワシントンから謹慎を受けるがヨークタウンの戦い最終戦の計画ために呼び戻される。ヨークタウンの戦いの勝利の直後、ハミルトンに息子フィリップがバーに娘、セオドシアが誕生する。 ハミルトンはローレンスが不毛な戦いにより亡くなったと知らされ、職務に専念する。ザ・フェデラリストを共同で執筆し、就任したばかりのワシントン大統領から財務長官に任命される。アンジェリカは結婚したばかりの夫と共に、ロンドンに転居する。1789年、トーマス・ジェファーソンとハミルトンは閣議において、ハミルトンの財政計画の利点について議論する。 ワシントンはハミルトンを黙らせ、議会では妥協も必要だと語る。ハミルトンが妥協案の検討のために家に残り、夏季をロンドンで過ごしたイライザを含むスカイラー一家はアンジェリカと共に戻ってくる。ハミルトンはマリア・レイノルズと不倫をはじめ、マリアの夫に脅迫の材料を与えてしまう。ハミルトン、ジェファーソン、ジェームズ・マィソンは私的なディナーの席でポトマック川沿いに、 連邦首都を移すことと引き換えに、ハミルトンの財政計画を行う、1790年妥協を作成する。バーは、ハミルトンの議会での活躍を妬み、自らも権力を望む。閣議において、ジェファーソンとハミルトンは、第一次退仏大同盟で、アメリカがフランス側につくかどうかで口論となる。結局ワシントンは、ハミルトンの主張する中立の立場に同意する。 ワシントンは大統領職を退任することを決意し、ハミルトンは辞任挨拶の執筆を手伝う。ジョン・アダムズが第二代アメリカ合衆国大統領となり、ハミルトンを解任したためハミルトンは新大統領の批評を表す。ハミルトンとマリアの不倫は明るみに出たため、イライザとの関係が危うくなる。息子のフィリップがジョージ・イ・カートの決闘で19歳で亡くなり、 ハミルトンとイライザは和解する。1800年、アメリカが衆国大統領選挙における、ハミルトンのジェファーソン支持により、ハミルトンとバーの関係性は、憎悪に変わる。所感を交わし、バーはハミルトンに決闘を申し込む。ハミルトンは、イライザとアンジェリカに見守られながら亡くなる。バーは、勝ってさえも悲しみにくれつつ、殺人鬼と罵られる。 その後の歴史が紹介され幕が下りる。ハミルトン役のリンマニュエル・ミランダ2015年、オリジナルブロードウェイキャストアルバム、ハミルトン2015年9月21日、ラジオ局 NPR にて、オリジナルブロードウェイキャストアルバム、ハミルトンが公開された。アトランティックレコードから2015年9月25日に、デジタル版、10月16日に CD 版がリリースされた。 レコードもリリースされた。ビルボードを200にて初登場第12位を獲得し、キャストアルバム史上1963年以来、最高初登場順位となった。ビルボード200で第3位まで上昇し、ビルボード市のラップアルバムチャートでは、第1位を獲得した。グラミー賞において、ミュージカルシアターアルバム賞を獲得した。 2016年、ハミルトンミックステープ2016年12月2日、リミックス、カバー、サンプリングを収録した、ハミルトンミックステープがリリースされた。ビルボード200において初登場第一位を獲得した。2017年、ハミルトンインストゥルメンタル、ハミルチューンズ2017年6月30日、ブロードウェイキャストレコーディングの出演者の歌声なしの、インストゥルメンタル版。 ハミルトンインストゥルメンタルがリリースされた。これに伴い、ハミルトンのプロデューサーたちは、ハミルチューンズと称した、観客が共に歌える公式イベントの開催を発表した。ただし2016年初頭、ハミルチューンズ LA など、ロサンゼルス、サンフランシスコ、ワシントン DC など全米で非公式イベントは開催されていた。2017年から2018年、 ハミルドロップスミランダは2017年12月から2018年12月まで月に一度計13回ハミルドロップスとしてハミルトン関連の曲をリリースすると発表した2017年12月15日ハミルトン制作中にミランダが作詞したが曲も付いておらず使用されなかった詩をもとにしザ・ディセンバリスツによるベン・フランクリンズソングとして 1> 第1回目のリリースとなった。ミランダは、ベンジャミン・フランクリンがディセンバリスツのように歌うことを想像し、ディセンバリスツのコリン・メロイに作曲してもらった。2018年1月25日、2回目として、ロイス・ダ・ファイブ・ナイン、ジョイナー・ルーカス、ブラック・ソート、アロエ・ブラックによるリミックス版、ロート・マイ・ウェイ・アウトがリリースされた。2018年3月2日、3回目として、 アルヤンコビックによるポルカでのメドレーがリリースされた。幼少時からヤンコビックのファンであったミランダは共に曲を制作する上で友情を深めた。ヤンコビックはリンはポルカでのメドレーの制作を遠慮がちに依頼してきた。リンはポルカメドレーで作曲していただけますでしょうかという感じで尋ね、私はもちろんと答えたと語った。ヤンコビックは ツアー公演で忙しくなり2月にリリースできなかったため3月2日を2月30日と呼んでリリースするよう提案した。ミランダは最もあるらしい解決方法と語った。2018年3月19日4回目としてミランダとベンプラットによりファウンドトゥナイトがリリースされた。ディア・エヴァン・ハンセンの You Will Be E Found と The Story of Tonight の マッシュアップがリリースされ、収益金の一部が、マージョリー・ストーマン、ダグラス高校縦乱者事件の後に行われた、マーチ・フォー・アワー・ライブズのために使用された。ミランダは曲について、マーチ・フォー・アワー・ライブズの資金集め及び、フロリダ州、パークランドの学生たちの努力を周知させるための、自分なりの手段である。我々は彼らと共にいる。だから、共に戦い続けようと語った。 また、プラットはこの曲が、銃規制への一端を担うことができれば、と語った。2018年4月30日、5回目として、ハミルトンでイライザーを演じた、アリアナ・アフサー、ジュリア・ハリマン、ショー・バナレアン、レイチェル・アンゴー、歴史、ローソンの5人の女優による、ファーストボンがリリースされた。この曲はミランダによる、ボンの原案である。2018年5月31日、 6回目として、リグレッツによるヘルプレスのカバーがリリースされた。リグレッツのプロデューサーであったマイク・エリゾンドがアイデアを提供した。2018年6月18日、7回目として、モブディープによるブームゴーズ・ザ・カノンがリリースされた。2017年6月に、プロディジーが亡くなる前、ハボックと共にライト・ハンドマンのサンプリングとしてコラボレートした。 ハボックはこのリリースについて、プロディジーへの敬意を払い、モブ及びプロディジーへのレガシーを残し続ける最良の方法と語った。ミランダはこの曲をクイーンズブリッジ団地に捧げた。2015年オフブロードウェイにあるパブリックシアターにて1月20日からプレビュー公演が行われ、2月17日から正式に開幕した。雑木芸術監督のオスカー・ユースティスの下、 トーマス・カイルが演出、アンディ・ブランケン・ビューラーが振付を務めた。4月5日、5月3日の2回、上演期間が延長された。原作者のチャーナウは歴史監修を行った。デビューサイト、リド・エイチ・イー・ライク・イットによると、世界中から称賛される幕開けとなった。2008年に、ミランダが、インザ・ハイツで、ブロードウェイデビューしたリチャード・ロジャース劇場にて、 ハミルトンブロードウェイ公演が、2015年7月13日プレビュー公演8月6日本公演として開幕したオフブロードウェイ公演から引き続きジェフリー・セラーがプロデューサーデイビッド・コリンズが装置デザインポール・タズーエルが衣装デザインハウエル・ビンクリーが照明デザインネビン・スタインバーグが音響デザインを務めたハミルトンブロードウェイ公演は 多くの劇評価から高評価を得た。2016年 CBC シアターにてシカゴ公演が9月27日プレビュー公演10月19日本公演として開幕した。2019年1月20日まで上演が続く予定である。開幕直前、プロデューサーのジェフリー・セラーは2年またはそれ以上のロングラン公演となるだろうと語った。 開幕時にはミランダが出席し、シカゴ公演は非常に高い評価を得た。後にミランダはテレビ番組のインタビューにおいて、シカゴ公演出演者たちの演技を称賛した。2016年1月下旬、ハミルトン全米ツアー公演の計画が浮上した。当初、2017年から少なくとも2020年まで20カ所での上演が発表された。 初演の地であるサンフランシスコでは24時間で完売し、11万人以上がチケット購入サイトのウェイティングルームにいたとされる。2017年、サンフランシスコにあるオルフェウムシアターにて、3月10日、プレビュー公演、3月23日、本公演として、全米ツアー公演が開幕した。8月5日までサンフランシスコで上演され、 8月11日から12月30日までロサンゼルスにあるパンテージズシアターで上演された。サンフランシスコでの全米ツアー公演開幕直後、第2回全米ツアー公演がシアトルでの6週間公演後、第1回全米ツアーとはまた別に北米を巡業するという計画が発表された。それぞれを識別するため、第1回ツアー公演をアンジェリカツアー、 第2回ツアー公演をフィリップツアーと名付けられた。2018年シアトルにあるパラマウントシアターにおいて2月6日プレビュー公演、2月15日日本公演として第2回全米ツアー公演が開幕した。第1回ツアー公演だけでトラック14台分の荷物があり、出演者、スタッフ、演奏者、総勢60名で巡業している。制作側は どちらのツアー公演でもオリジナルのブロードウェイ公演の動きを踏襲することにこだわっており、二重の周り舞台を使用している。それぞれのツアーにおいて、上演中に使用するものと、その間に次の上演会場に設置するものの2セットずつ、この装置を所有している。2017年12月、ロンドンにある、ビクトリアパレス2017年、キャメロン・マッキントッシュのプロデュースにより、 ビクトリアパレスシアターにおいてウエストエンド公演が12月6日プレビュー公演12月21日本公演として開幕した2017年1月26日主要出演者が発表されたウエストエンド公演は非常に高い評価を受けた2017年11月8日サンフアにある プエルトリコ大学のテアトロ・ユピーハーにおいて2019年1月からミランダがハミルトン役を演じて上演することが発表された。2017年9月及び10月に起こったハリケーン・マリアでテアトロ・ユピーハーは損傷しハミルトン上演に向け修復されることとなっている。ニューヨーカー氏の記事によるとハミルトンは歴史的、文化的に再考される作品である。 衣装は、ベルベットのフロックコートに、半ズボン、装置はレンガに対し木製の足場が組まれ、暖かい照明はろうそくを思わせる。作品を通して、ほとんどが、歌やラップで語られ、音楽のない場面で少しセリフが語られる。ハミルトン、トーマス・ジェファーソン、ジョージ・ワシントン、その他歴史上の白人登場人物を、黒人やヒスパニックの俳優が演じることについて、 ミランダは、役者は、観客が非現実的だと考えるのではないかと、心配する必要はないとし、出演者たちは、現代のアメリカそのものであり、国際的でもある、観客を物語に引き込み、アメリカ建国の父の固定観念を覆すと語った。さらに、過去に亡くなった白人の物語であるが、有色人種の俳優が出演することによって、物語をより現代に近づけ、 現代の観客により理解しやすくなっていると語った。アメリカ建国の父の一人であるアレキサンダー・ハミルトンの人生、そして移民としてアメリカの世界でいかに成功したかを描くことによって、ハミルトンの移民推進のメッセージが伝えられる。移民の良さを表現するため白人の設定でなく、オープニングで勤勉、懸命、意欲的であると描くように、 ハミルトンの長所と能力を表現することによって作品全体を通してハミルトンの移民としての立場に言及されている。これに伴い黒人、ラテン系、アジア系俳優による主要登場人物たちが演じアメリカ建国の父が白人である必要はないという意図を表現することによって観客はアメリカが移民国家であることを視覚的に改めて意識することができる。 アンジェリカ役のレネー・エリース・ゴールズベリーは、ハミルトンは、アメリカについての物語であり、多様な出演者及び音楽で描かれていることが、素晴らしい、歴史を身近に感じられる機会となったと語った。またミランダは、アメリカ建国の父を女性が演じることについても、意欲的である。ウエストエンド公演は、黒人俳優が多く配役されることとなった。年代及び史実。 ハミルトンは史実及び実在した人物をもとに制作されているが、ミランダは物語を語る上で劇的に表現している。場合もあると語っている。例えばアンジェリカがハミルトンと強い絆で結ばれているというのは誇張である。使用楽曲、サティスファイドにおいてアンジェリカは両親には自分を含めて娘しかおらず、社会的地位を上げるには富裕層との結婚が必要として、 ハミルトンを好きだが合わないと語る。実際にはフィリップ・スカイラーにはニューヨーク州会員議員となるフィリップ・ジェレミア・スカイラーら二人息子を含む15人の子がおり、アンジェリカはハミルトンと出会う3年前に姉妹の結婚式でジョン・バーカー・チャーチと駆け落ちしており、この時すでにチャーチとの二次の母であった。ミランダはよりドラマティックにするため変更したと語った。 第一幕において、ハミルトンの人生における、バーの役割も誇張されており、ハミルトンとバーの初期の交流はフィクションである。モンマスの戦いに、バーが登場し、使用楽曲、テンドゥエル・コマンド・モンツで、ジョン・ローレンスと決闘するチャールズ・リー将軍の、海ニ人を務めたことになっているが、実際はバーではなくエヴァン・エドワーズが務めた。また実際とは違い、使用楽曲、 ノンストップにおいてハミルトンはザ・フェデラリスト執筆の支援のためバーに接近している。第一幕においてアーロンバーはマーサ・ワシントンはオスネコにハミルトンと名付けたと語りハミルトンはその通りと答えている。しかし事実は異なる。20世紀前半まで辞書にトム・キャットがプレーボーイとしての意味を持つことが記されなかったにもかかわらず何世紀にもわたりハミルトンは 浮気者として繰り返し誤って描かれている。トムキャットにまつわる話は、作家スティーブン・ノットが描くまで登場せず、2016年、キーン大学リバティホールで行われた、イベント、セレブレイト・ハミルトンの一環として、アレクサンドル・ハミルトン・アウェアネス・ソサエティ主催の、アレクサンドル・ハミルトン・ディスカバリーズ・ファインディングスで、歴史家で作家のマイケル・ E ・ニュートンにで反論されている。 第二幕において、作品の時間制限及び話の流れなどにより、ハミルトンの晩年について、複数のサインがある。ジョン・アダムスとハミルトンの仲が良くないことは事実だが、ハミルトンで描かれているジョン・アダムズがハミルトンを解雇したという事実はない。アダムスが大統領に就任する2年前の1794年12月1日、ハミルトンは、 財務長官としての辞表を提出する。しかしハミルトンは、ワシントンと親しく交流を続け、政治分野に多大な影響を与える。また、ジェファーソン、マディソン、バーは、ハミルトンの浮気について関わったことがなく、実際に関わったのは1792年12月、ジェームズ・モンロー、フレデリック・ミューレンバーグ、エイブラハム・ベナブルである。モンローは、ジェファーソンと親しく、 ハミルトンの浮気について話し合っていた。1797年夏、ジャーナリストのジェームズ・キャレンダーは、ハミルトンの不定記事を報じた。ハミルトンはモンローを攻め口論となりが肩いしそうになった。ハミルトンは、ザ・レーノルズ・パンフレットを発行する以外に方法がなかった。使用楽曲テイク、A ブレイクにおいて、9歳のフィリップ・ハミルトンが、 妹がいるけど本当は弟が欲しかったと語る。実際には当時フィリップにはアレキサンダー・ハミルトン・ジュニアとジェームズ・アレクサンダー・ハミルトンの二人の弟がいた。また同局においてアンジェリカが夏にヨーロッパからアメリカに戻るという手紙をハミルトンに送るが実際はそのような手紙は存在せずアンジェリカは自宅に残っていた。使用楽曲 ブローアス・オール・アウェイにおいて、1800年、アメリカ合衆国大統領選挙の前にジョージ・ E ・カーとフィリップ・ハミルトンが決闘する。実際は1801年に決闘が行われ、11月24日にフィリップが亡くなる。曲中、E ・カーは7カウントでフィリップを打つが、実際はお互い1分以上打たず、最終的に E ・カーがフィリップの腰を打った。 バーとハミルトンが決闘したのは1800年、アメリカ合衆国大統領選挙が原因ではない。バーは、ジェファーソン大統領の副大統領となったが、1804年、アメリカ合衆国大統領選挙では、再選をかけたジェファーソンがバーを指名せず、バーは、ニューヨーク州知事に立候補することを決めた。 しかしバーは、モーガン・ルイースに乾杯した。その後、チャールズ・クーパーからフィリップに宛て、ザ・オールバニー・レジスターを通じ、ハミルトンがバーを、政治を任せるべきではない危険な男と呼んだとし、ハミルトン将軍は、バー氏について、より見下した意見を語っていたと記した。これらは、使用楽曲、You are Obedient Servant の中で、バーとハミルトンの間での手紙として表現されている。 KQED ニュースは、ハミルトン現象を生徒たちに影響を与えるのに、役立てるアメリカ歴史教師たちが増えていると記した。以前より生徒たちが興味を持たないとされてきたトピックについて、作品中のラップバトルが興味を持たせるきっかけとなっている。ニューヨークにある倫理文化フィールズトン学校の11年生及び12年生の選択科目の一環として、 ハミルトンを感激することができる。KQED ニュースはさらに、ハミルトンは、登場人物に命を吹き込むことによって、18世紀のアメリカは遠い昔で、自分たちとは関係がないと考える生徒たちに、建国の父は切り取られた二次元の世界の冷淡な、登場人物ではなく、感情を持ち欠点もある、実在の人物であるということを気づかせると記した。ブロンクスクのある、 高校教師は生徒たちはドレークやアデルの新曲のようにハミルトンの曲を歌っていると記した。またある教師はハミルトンの危機回避や向上心のための文才に注目し文才は学問の一部であるが向上及び環境を変える最良な方法であると語った。ハミルトンのプロデューサーたちはニューヨーク私立高校の低所得家庭の2万人の 生徒たちがチケットを割引で購入できるようにし、ロックフェラー財団は150万ドルを投入し、生徒1人当たり10ドルで感激できるようにした。ギルダーラーマンアメリカ歴史協会は、学生がチケットを購入しやすいように手引きを作成した。2017年度、シカゴ私立学校の2万人近くの学生たちは、民間の助成金を得て感激し、上演前には曲を演奏することもあった。 ウェブサイトエジェクションワールドは、ハミルトンは、公民教育に再び目を向けさせると記した。2017年、ノースウェスタン大学は、ハミルトンにちなみ、歴史、ラテン学などの講義の計画を発表した。2016年、モレインバレーコミュニティカレッジは、ストレートアウトハミルトンを開催し、作品及びそれにまつわる出来事を話し合う、パネルディスカッションやイベントを行った。 オフブロードウェイ公演は完売し、ブロードウェイ公演では本公演開幕前にチケット売り上げ3000万ドルを上げたとされる。2015年9月までにブロードウェイ公演のほとんどが完売した。2015年9月6日、レーバーデーの週においてライオンキングに次いで2番目に高い興行成績となった。2016年11月下旬。 ブロードウェイの週の工業成績記録を塗り替え、8週間で330万ドルを上げ、8週間で300万ドル以上を上げた初めての作品となった。他のブロードウェイミュージカル同様、ハミルトンもチケットロッタリーを導入している。当初、前列21列、あるいは立ち見席がロッタリーに用意された。前公演、ミランダは会場外でパフォーマンスをし、 ロッタリー参加者は外れたとしても、作品の雰囲気を味わうことができた。当選者はハミルトンが描かれた、紙幣1枚分である10ドルで感激できる、ハム4ハムを獲得することができた。これにより尋常でない人数が集まり、西46番通りは大混雑となった。2016年に1月上旬、安全性の考慮及び混雑解消のため、オンラインでのロッタリーが開始された。 初日、5万人以上が参加し、サイトがダウンした。2016年7月9日のミランダ交番後、国王ジョージ賛成役を演じていたローリー・オマーリーが、ハム・ヨン・ハムのパフォーマンスを行った。パフォーマンス開始から約1年後の2016年8月31日、ハム・ヨン・ハムのパフォーマンスは、正式に終了した。2017年8月より公式アプリにより、 オンライン上でロッタリーシステムは継続し、ブロードウェイ公演だけでなくツアー公演にも適用されるようになった。2015年、アメリカ合衆国財務省は10ドル社兵のデザインをハミルトンからアメリカで歴史上有名な女性に変更することを発表した。ミュージカルの影響でハミルトンの人気が急上昇し、アメリカ合衆国財務長官ジェイコブルーは10ドル社兵のデザイン変更を中止し、 20ドル紙幣のアンドリュー・ジャクソンをハリエット・タブマンに変更することを発表した。2016年4月12日、ミュージカル、ハミルトンがいかにブロードウェイで成功したかを記した、ミランダとジェレミー・カーターの書籍、ハミルトン・ザ・レボリューションが出版された。アレキサンダー・ハミルトンの革命だけでなく、文化的革命が作品に広がったことについて記されている。 ミランダによる脚中や舞台裏についても描かれている。2016年10月1日、ニューヨーク映画祭で上演後、10月21日、PBS のグレートパフォーマンセズにおいて、ドキュメンタリー、ハミルトン・エス・アメリカが放送された。アレックス・ホーウィッツが監督し、ハミルトンの制作を深く掘り下げ、ミランダの制作プロセス及び、ハミルトンの人生を、 革新的なミュージカルに作り上げる様子を描いている。オリジナルキャストによるブロードウェイ公演の最新映像に加え、マウント・バーロンやバレー・フォージなど、ミランダや他の出演者たちがゆかりの地を訪ね、著名なパーソナリティ、専門家、政治家、ミュージシャンなどの長編インタビューなども収録された。アメリカの歴史家、ハミルトン研究者などのインタビューが行われた。 アレキサンダー・ハミルトンの生涯及びミュージカルに焦点を当てたインタラクティブアートの移動展示、ハミルトン・ザ・エキシビジョンが計画された。2018年11月、シカゴでオープン予定である。2016年11月18日、2016年アメリカ合衆国大統領選挙で副大統領に当選したばかりのマイク・ペンスが感激し、上演後、 バー役のブランドン・ビクター・ディクソンがミランダ及びプロデューサーのジェフリー・セラーと合同で作成した声明を舞台上から発表したペンス時期副大統領ハミルトン・アン・アメリカンムシカルご感激に本当に感謝しております。本当に私たちは多様なアメリカにいながら新政権が私たちを世界を子供たちを両親を 守ってくれないのではないか、権利の保護及び維持をしてくれないのではないかと心配し不安になっています。しかし私たちは、この講演がアメリカの価値観を尊重し、私たちのためになるよう影響を与えることができたと切に願っています。私たちみんなのために。繰り返しになりますが、様々な肌の色、信念、思考を持った多様な男女たちにより語られる。 素晴らしきアメリカの物語を感激してくださったことに私たちは本当に感謝をしております。ペンスはアメリカ合衆国大統領に選出されたドナルド・トランプによる新政権への不安を聞き、後にペンスはこれに対し不快感はなかったと語った。しかしトランプはペンスが出演者から嫌がらせを受けたとしてツイッター上で謝罪を要求した。これによりボイカート・ハミルトンとして オンラインキャンペーンが行われたが、チケットは前売りで数ヶ月前に、すでに完売していた。トランプは2016年、アメリカ合衆国大統領選挙で白人と非白人の分裂を招いたと記した、ワシントンポストが身により批判され、人種、性別、信念にかかわらず、皆を尊重するならば、すべてのアメリカ人のための大統領となるはずであると、記した。 大統領に詳しい歴史学者のロバート・ダレックによると、トランプのツイートは、接戦となった、選挙戦後に国を治めることに苦慮している、次期大統領によるストライキであり、ハミルトン出演者は、トランプのポリシーや言い方を恐れる者たちの代弁者となった。リードプロデューサーのジェフリー・セーラーは、トランプが、ハミルトンを感激したことがなくても、チケットを求めなくても、感激を歓迎すると語った。 2016年4月、ジェブ・ブッシュがハミルト・ン役として登場し、ドナルド・トランプ、クリス・クリスティを政治家役として登場させた、ジェブ・ザムシカルがオンラインで公開された。6月、ノースウェスタン大学で、ジェブのキャンペーンとして朗読が行われた。クラウドソーシングで制作され、イエール大学、ボストン大学、マギル大学、ミシガン大学などから、Facebook のグループ、 ポストエスセティクスを介して幅広く多くの作家が集まり、脚本を執筆した。2016年、フォービドン・ブロードウェイ製作者のジェラルド・アレッサンドリーニは、レビュー、スパメルトンを執筆し、ニューヨークにあるトライアド・シアターで初演し、シカゴにあるロイヤル・ジョージ・シアターでも上演した。ハミルトンを含むブロードウェイ作品のパロディや、ブロードウェイの著名人のモノマネを織り込んだ。 2016年12月12日、ドラマ、モダンファミリーシーズン8のエピソード、ウェザリングハイツにおいて、マニーが大学に志願する。提出のため、アレクサンドル・ハミルトンに、自身の人生を語る替え歌を録音する。他にも、ハミルトンの替え歌が登場する。2018年7月24日、2016年に、オリジナルキャストが出演して、 映画スタジオで撮影が行われていたことが報じられた。2015年7月18日、オバマ大統領と面会する出演者を呼び、スタッフ2017年2月10日、ミランダは、インザハイツ脚本家、クイアラ・アレグリア・ヒューズが映画版、ハミルトンの脚本を執筆したと語ったが、映画版は、数年以内には制作されないがいつか制作する、つもりだとした。ありがとうございます。